はどうでしょう。ドラチーマンになりました。矢島学の親のハイパイが映っております。いいです。良いですか。ドラがドラがあります。ピンズで面詰まって形もいい。素晴らしい。うん、さあこちら矢島通る悪くないじゃないですか。悪くないですね、うん、絵だけいいですね。もう渋川さんのいいと良くないの違いが分からん。良くないと言ってないですよ。はい、そか、いいと悪くない、いや本当辛いのよ渋川さんのハイパイなんて。これはねいいんですよ。あ、これはいいんですね。これはまあ普通。あ、これ普通なんですか。これはそうでもないですね。え、これはいい。なんでやっぱりなんか伊達的な。ちょっとドラあるんで。これはね、これドラありますね。ブリーチドラ1マッシグラでいけるじゃないですか。はいはいはい。矢島徹さんもドラ受けありますよ。ドラはないんですよまだ。いや、ドラないです。そうだから急走とか引いたらすごいやりづらい手だったんで。なるほど、うん、ちょっといまいちと。こっちはドラがありますからね。そう、これはもう素直に進めれると。なるほど。これはぶつかりますね全員。結構みんな手がいいですよ ね。引いたのはウーピン。おー、もう目いっぱい、もう目いっぱい、ね、必死に泣いていくかどうかですね。あと注目は。なるほど。この京都の2000点をやっぱり重視してるってことですか。重視するかどうかですね。重視するかってことですね。泣くなら重視してて、泣かないなら、はい、まあ、面前リーチを重視してるみたいな。さあ、親の矢島学ぶ着々と進んできております。まあ、ここで切った。一瞬でしたね。一瞬のブクブクでしたか、うん、全員手がかなり進んできてますが、いらないけど。いらないドラがチーマンなんです。つもぎるかキューピン切るか。なるほど。ローピン入ってイーペイコーができたらドラ切ってもいいかな、やっぱりということにしましたか。ドラには固執しないと。うわん、うまん。でもドラチーマンですもんね。まああんまり嬉しくないけど、まあ、なるか。どっちが嬉しいかって言ったらなった方が嬉しいんで、はい、ちょっと痛いですね。3色はちょっと見えてきた。単葉がかなり見えてきた。かなり見えてきました。うん、急走切りそうですね。5673色もあるし、泣いた単葉も嬉しい。うん、これは急走かと。はい、急走切り。これは全部泣きそうな気がします。なるほど。教託あるし。ああ、イーシャンテン数ピン切るか、リャンソーローソーあたり切るか。目いっぱい数ピンでもう何泣いても先手いくか、うんうんうん、ちょっとリャンソーとか切ってじっくり、ね、じっくりいい形も残しながら、みんながじっくりを選択しました、うん、おー、スーソーも先切ったんですよね。こんな見事にあんこになります。ドラドラになりました。ドラドラになりました。ただウーワンが2枚切れ。あら。3446はもう最悪ですね。ちょっと厳しいですね。そこは一メンツにしたいですね、さてこれでロッキーマントラを使い切ることで、うん、パーソギってね、リーチ効率マックスでもよかったけど、パーワン怖いってことですか。なるほど。ドラそば、これは、ね、この3446の部分が不満なんですけど。不満すぎますね。じゃあ何切って崩すんだって言われたら、なんか4も6も選びづらいんで、はい、ちょっと全部残してますね。これは誰が先制リーチすごい有利ですね。この状況みんな結構苦しいイーシャンテンなんで、うんうんうん、リーチって言われたら押せなそうな人ばっかり揃ってるんで。なるほど。おはりあんそう。痛い。これは痛い。いや、痛いけれども、なんですごいここになったんですか。誰も聞いてないですよ。ああ、もう盤石。ただ、はい、時間が、さあ3色まであるかもしれないイーシャンテンです、うん、なんかほら悲しい気持ちをさ、なんか大声で、いや悲しいなっていう悲しいなっていう小声です。ああ、江崎もう泣く泣く嘘を切りましたね。もう順目立ちすぎてると。さあ、そして完嘘をチーしました富永。はい、先輩を取ります。関数万待ち。これリーチ来たら押せないですね。いや、押すのかな。押せなくもないか。とにかくリーチ来る前に上がりたいですね。そうですね。こんな関数万やだよ。
矢島はもう意地張ってローマ行きましたね。全然イーシャンテンパイ、あ、カウマテンパイ、カウマテンパイ、でもないんでしょうこれ山に。おっとっと、バニは2枚、トールと富永で持っています。ただ町変化はありますね、ありますね。矢崎がめちゃくちゃ町変化させようとしてますね。これ地位？地位？リャンマン地位？まあなくはないけど、残り2枚から残り1枚になるんで減ってますよね枚数。3万なんとバニ2枚切れでした、はい、よくない。これリーチ考えてますか。もうどうせ町少ないんで、これ手代わりも相当ないんですよ。そうですよね、手回っても。だからもうリーチして下ろしてやるかっていう、そっちの方がいいかと、いう迷いをしてますね。ただドラのチーワンを引くというとんでもない手代わりあるんで、モンスター級の、はい、このドラのチーワンだけは逃せないと考えたらやっぱり闇点ですね。関数案は山に2枚、あ、2枚、はい。矢島テンパイしない、うん、これだけチーワンを引いたら数案が出るんですね。あ、こういうモンスターでも2万切ってます。ウッパーマンにします。チーワン切ってリーチ、ウッパーマン、ウーマンがバニ2枚のパーマンが1枚、チーワン切ってリーチか、リーチか、単葉ドライチですもんね、はい。ただチーワン、スッチワン怖いと思ったらもうローマン切ってフリテンリーチっていう手もありますよ。そうですね、うん、ローマンの方が通りやすいというか、ローマン通ってますね、富永には。でもう、わーすごい、ローマン切ってフリテンリーチ、イスマン、チーマン分けましたね、まあ、イスマン、だ形はあれ、うわこれパーマン、いやでもこれね結局降りるかもしれないけど、安全牌これなくないですか。筋の3万これないですね。これチーワンギリリーチだったら一発出てましたね、激痛。これどうしよう、これパーマン行くしかないんじゃないですか。パーマン切るしかないですか。筋の3万ぐらいしかないですね。うん、切る牌がない、まあ、ドラチーワンで667でずっと引っ張ってるかと考えるとあんまり引っ張らないんじゃないかっていう感じはありますよね。まあそうですよね、そんな危ないドラ表示、これ押しそうな気がするんですが、リャンピンだ、これワンチャンスですよ、ワンチャンスだ、ただダブルワンチャンスで、多分あれですね、はい、ローワン切りの時迷ってたのが、迷ってましたね、ああじゃあこれチーワン切りしてもパーワン切らなかった可能性結構高いですね。そうですね、富永、ああちょっと回らされた、ということはこれ江崎のリーチ大成功。まずは全員下ろした、ま、そうですね、これは大成功だ。あ、こっちに来ちゃった、まあ、これは現物なんで切ります、当たれません、当たれません。これでイーマンがなくなった。でもこれ数万まだある、数万あります、チーマンもありますよ、強い、積もった積もった、チーマンすごいやってくれましたね。メンタンズもドラさん3,000-6,000です。3,100-6,100、はい、これウッパーワンのメンタンピン、メンタンドラをあえてフリテンのイースチーマン、イスチーマンにしてドラを積もり上げた、積もり上げました、うん、スッチーワンがかなり危ないっていうことですね。実際関数ワンでね、はい、似たような感じでしたね。そうですね、すごくないですか、これは素晴らしい、やりました、やりました。これイーマンがフリテンじゃなければね、普通まだね、まあ、むしろ普通の選択、まあ、なんですけど、今フリテンなんですよこれ、うん、そうフリテンなのに、それしかもウッパーワンのリーチ対のドライチは待ちいいんですよね、はい、いやこれは見事ですね、見事でした江崎。麻雀スリアルチャンネルの動画をご視聴いただきありがとうございます。麻雀に関する動画をほぼ毎日アップしております、チャンネル登録高評価 Twitter のフォローなどよろしくお願いします。また概要欄に麻雀プロ団体ライブチャンネルの、リンクを貼ってございますので、そちらもぜひご覧ください。